海と日本。さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。島根県でも海を守り次世代へつなぐ活動が行われています。今回ご紹介するのは島根海ごみゼロの日ライトアップ。海と日本プロジェクトの一環として海ごみ対策を進めるブルーブリッジ島根プロジェクトは8月16日から18日の3日間を島根海ごみゼロの日と制定。その PR として島根海ごみゼロの日の期間中、島根県内の建造物をオーシャンブルーにライトアップする取り組みの点灯式が出雲大社で行われました。綺麗な海、青い海というのをですね、取り戻したい、この美しい海をこれからもずっと保っていきたいということで、今回ですね、出雲大社さんの方を、ブルーに、ライトアップさせていただいて、青い海というものをですね、再度皆さんに啓蒙していきたい、そういうふうな目的でやっております。辺りが暗くなり、いよいよ待ちに待った点灯の瞬間。3、2、1、どうぞ。ちょっと神秘的な感じがしました。ブルーでね、鮮やかなこんな親父の見るの初めてだったので、すごく感動しました。ライトアップされたのは出雲大社だけではありません。松江城や恋する灯台に認定された日の岬灯台、三保関灯台などが美しいオーシャンブルーの輝きを見せました。あまりこう海に触れる機会って少ないと思うので、小さい子にも伝わりやすくって、すごい綺麗だし人の目を引くと思うので素敵だと思います。美しい海を未来へ、そのメッセージはきっと多くの人に届いたんでしょうね。海と日本。